それで私に聞きたいことって何です？痴漢の時のことはもう全部話しましたよ。ええ、うん、まあそうね。ですがこれが最後だと思ってもう一度聞かせていただけませんか？もう判決まで出てるのに？そうですね、ご迷惑だとは思いますが、こんな面倒になるなら痴漢なんて捕まえなきゃよかった。いえ、とても立派だったと思います。痴漢に遭った時怖くて声を上げられなかったという女性は多いですから、うん、まあそうね。彼女たちにとって勇気づけられる行動でした。でもあなたはその痴漢の弁護人なんですよね？あ、そうでした。事件当日にあったことを順を追って聞かせてもらえますか？順を追っても何も、いつもと同じ通勤電車に乗ったら痴漢にお尻を触られた。息子めっちゃ聞いてんだけど。それだけです。痴漢に会うまでは何もかも普段通りだったんですね。ええ。失礼ですが今日旦那さんは？まだ仕事中です。うん。普段もこの時間には帰ってきません。そうなんだ。あの、子供にもご飯を食べさせないといけないのであまり長くは。ええ、分かってます。具体的に何を聞けばいいのか。それで2ヶ月前の事件当日、江原さんとは池袋から同じ電車に乗り合わせたんでしたね。その日までに江原さんの姿を見たことはありましたか？ありません。少なくとも記憶にはなかったです。この話だって何度もしました。私が言えるのはそちらの弁護士さんも全部ご存知のことばかりです。もう目新しい話なんて出てこないと思いますけど。矢上は並の探偵じゃありませんから、私や検察も見落とした情報を見つけられるかもしれませんね。ねってちょっとプレッシャーかけんなよ。妙なプレッシャーかけられてきたぞ。最近こういう場面多いな俺。防犯映像を見ると電車に乗り込む時、間宮さんの後ろにぴったりと江原さんが張り付いているようでした。この時、おお、本当だね。あなたは江原さんのことを意識してました？ええ、誰かがずっと体を押し付けてきてるような気はしてました。うん。私から離れまいとするような感じで、でも気のせいかもしれなかったし、満員電車の中でどうすることもできませんでした。まあそうなるよね。その状態のまま電車は動き出してしまった。はじめは手の甲が当たっているだけのように思ってたんです。でもそれがだんだん露骨にスカートの中にまで入ってきて、あの人は満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったりつまんだり。悔しかったですよね。わかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。マジでそんなことあったの？個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。いや、ターボ見んなよ本当に。勘弁して。それどんな人が触ってきているのかも見えずに怖くてどうしたらいいかわからなかったです。はあ、誰が触ったのかわからない。もし声を上げたりしてもとぼけられたら恥ずかしいし、だから次の駅に止まるまでどうすることもできなかった。ママどうしたの？あー、ごめん、ちょっと。なんでもない、もうすぐ終わるからね。お腹すいた？うん。そこで本読んでていいからもう少し待ってて。お腹すいたんだ、ごめんね。うん、あまり長く粘れそうにないな。質問は手短に済ませないと。けど今のところ防犯映像の内容と間宮優の話に食い違いはなさそうだ。池袋から新宿駅までの6分間、間宮さんはずっとお尻を触られてたと。その間一度も痴漢の姿は見なかったんですか？ええ、怖かったし、それに振り返って手を引っ込められたら痴漢に逃げられると思ったんです。なるほどね。だから電車が新宿駅にもうすぐ止まるというタイミングでまず
お尻を触ってた手をつかみました。痴漢の顔を見たのはその後です。電車のドアが開くとすぐに振りほどかれました。けど間違いなくあの人が私のお尻を触ってたんです。顔もはっきり見ました。そして逃げ出したあの人を追いかけました。ええ、すべて新宿駅の防犯映像に映っていました。おかしいな。人混みの中でよく追いかけられましたね。その間江原さんの背中を見失ったりはしなかったんですか？かぶっているキャップが目につきやすかったし、あんな風にホームを走る人は他にいませんから、見失ったりはしませんでした。その時はもう怖さも忘れて、この人痴漢ですって。周りの人が取り押さえてくれてよかったですね。ええ、それにスマホで撮ってる人もいたので、もう逃がさずに済みそうだと思いました。心強かったです。なるほど、よくわかりました。でも今痴漢事件について俺たちの手元には一つだけ、マミヤさんの説明と矛盾する証拠があるんです。ほう、なんだ？どういうことです？なんだ？今のマミヤ優の説明は裁判でも語られた通りだ。でもこの証拠だけは違う事実を示してる。あー出た。あ、ちょっとこれは マミヤ優の話と矛盾する証拠は何だと。いやー、まあ、防犯カメラの映像とかもそのままだしな、通行人も撮影してたし、いやもうこの殺害動画じゃないのこれ。いやちょっと見たくないんだけど、とりあえずこれ突きつけてみるか。痴漢事件のあった10月7日の朝6時半、三越柴弘という学生が横浜市内の自宅で母親から送り出されました。あ、写真見せてね。そして彼は自宅近くで拉致された後、異人町のハイビルで殺害された。これってこの映像によると犯人は江原さんです。え、殺された三越葉は江原さんにとって息子の仇でした。高校3年生だった一人息子をいじめて自殺に追いやった相手です。うん、自分の手で殺さずにいられないほど憎かった。そんな。ところが問題はここからです。この殺人動画が事実を映しているとしたら、江原さんはあの日あなたに痴漢できません。被害者の死亡推定時刻から江原さんが東京に姿を見せるまでの時間はほとんど。そうだよね。まず分身でもできなければ。そして逆に江原さんが間違いなくあなたに痴漢をしていたなら、この殺人動画は捏造されたものということになります。私にそんなこと言われてもどう言っていいか。ですよね。だからそうね。だから俺らも困ってるんです。でも雨宮優衣さんも間違いなく何か痴漢されたってことだよね。ここまで押しかけてきました。そういうことだったんですね。今雨宮さんのお話を聞く限り、江原さんが痴漢をしていた事実はひっくり返せませんでした。すると動画が捏造だったということになりますね。マジで？でもじゃあ誰が何のためにそんな動画を？わかりません。ここまでの捏造動画を作りには結構なお金がかかると思います。この動画が捏造だったらハリウッドみたいな CG 合成なのか最先端の AI なのか、とにかく安くは作れないでしょうね。そこまでしてなんで偽動画を作らなきゃいけなかったのか、それで誰がどんな得をするのか、お話を伺って推理を進める材料が揃ったんじゃないかと思います。ほう、ありがとうございました。そうですね。もうこれ以上お伺いすることはありません。突然押しかけて申し訳ありませんでした。それに嫌なことも思い出させてしまって。いえ、うん、もうこれで全部済んだんでしたら、まあ、痴漢は間違いなくあったってことだよね。この感じ。なんかめちゃくちゃおかしいよね。矛盾してるよね。
ほぼ同時刻で同じ事件が。これからマミヤさんに聞いた話をみんなで検証したいです。八神さんも一緒にお願いできますか。もちろん。そうだね。その前に海藤さんに一本電話入れとこうか。海藤さん何してたっけ。わかりました。では先に行ってます。海藤さんも久しぶりすぎて何してたっけ。なんか事務所の年末の掃除してたっけ。おお、そうだったよね。こっちは今カムロ町に戻ったとこ。そっちはどう、変わりない。なんだ、別に大丈夫だぞ。うん、もしかして RK ね、心配してんのか。背中から刺すのがいいみたいなこと言ってる連中だからさ。まあでも無事ならいいんだ。俺はもう少し源田事務所で沙織さんたちと話してから帰るよ。そうかい、好きにしな。俺はもう今日は上がりだ。ずっと上がってんじゃないの、海藤さん。了解。ほぼ上がってんだよ毎日。じゃあ引き続きちょっとね、話めちゃくちゃ気になるんで。そうだな、夜ってなんかやることあったっけ、カムル町。特にないよね。うん、サブストーリーもなしと。じゃあ引き続き沙織ちゃんの話を聞こう。源田法律事務所。ほん、アキラいるね。どうも。アキラ、何してんだ。何してんすか。お、灰皿空じゃないですか。珍しいね。なんかめっちゃ吸ってそうなイメージがあるんだけど、掃除したのかな。星野くんもいるね。じゃあそうですね、今の話を。もう大丈夫ですか、八神さん。ああ大丈夫だ。マミヤさんから聞いた話をみんなで検証します。よろしいですか。うん、ぜひ、始めよう。ああ始めよう。いや今のところ平行線のまあまあだよね。じゃあ結局その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね、特にこれといった新情報はありませんでした。俺もそう。だとするとやっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか。もういやいや、もういい、もういいって、もういいって。これ捏造されたものだったと。怖えよ。話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。だね。まずそいつは一体何者なんだ。画面には三越芝の殺害現場である偉人町の配慮が。ちょっと動いてる。ちょっといいって。俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると、江原のこの殺人動画をネットに流出させてるのは一体誰だ。え、これ江原本人は無理でしょ。だって刑務所の中にいるから。刑務所ってか何、拘置所か。だから三越芝殺害の共犯者っていう可能性もあるね。痴漢を担当した検事だ。あの検事もちょっと怪しい気がするんだよな。真冬ちゃんが言ってた人だよね。神奈川県警の刑事たちだ。鍋さん？いや、それはないんじゃないの？共犯者かな、まず。一番考えられるの。あの殺人動画をネットに上げたのは、三越芝殺害の共犯者たちです。まあそうだな。他には考えられん。私も八神さんと同意見です。ああ、じゃあこれだ。じゃあ彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね。警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて、三越芝殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。ところでちょっと話変わるなよ。何の。もし殺人動画が捏造されたものだったとしたら、どういう風に作るんだ。例えばそうですね、 AI とかで。まず真犯人が三越芝を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。なるほどね。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってます、ね。あ、まあ確かに。それでもどっかに
合成の跡が残っちまうんじゃねえのか。ああ、でもつくもくんが例の動画にそういう痕跡を見つかってますね。つくもさんからはそう聞いてます。この議論は前にもしましたね。殺人動画を捏造と疑うのであればもう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。どうなんでしょう。江原は朝7時43分に池袋の改札を通ってホームに立ってからずっと防犯映像にその姿を捉えられていた。でも殺人動画の通り7時半に三越芝を殺してたなら偉人町からたった13分で池袋に着くことはできない。できないね。すると池袋のこの映像に映ってるのは、なるほど、江原そっくりの別人替え玉だったってことになる。替え玉ですか。ああ、キャップとサングラスはそれをバレにくくするための。なるほどね。しかも今背中しか映ってないもんな。その場合江原は三越芝殺害後痴漢として取り押さえられる前にどこかで替え玉と入れ替わらないといけませんよね。でもそのタイミングはありませんでした。池袋で江原が間宮さんと電車に乗り込んでいく姿は複数の防犯カメラで捉えられ、車両内のカメラにもずっと映っていました。さらには痴漢行為に及んで新宿駅に到着後被害者を振りほどいて逃げる姿も。なるほどね。これね、そして最後は結局江原を追いかけていた間宮さんの目の前で取り押さえられたんです。そっか、つまり池袋のホームに立ってからの江原は常に防犯カメラの目にさらされていたと。いや、それについては違うんじゃなかった？え？ん？違う？池袋駅から新宿までにかけて江原は常にカメラで捉えられていたわけじゃない。その証拠は、まあ要はこれだよね。だってこれ背中っていうか後ろ姿ぐらいしか映ってないよね。常に捉えられてるわけじゃない。常に。俯瞰図出してもな。これでも可能性あるよね。一旦じゃあちょっとこれを、どれだっけ、これ出してみよう。こいつを見てくれ。それってどういう意味です？やっぱり江原はずっとカメラに映ってますよね。悲しいかな、監視社会の最たる場所ですよ、都内の主要駅なんて。ああ、この証拠の意味するところは今星野くんが言った通りだ。からのからの、あ、ダメだダメだこれなんだからのって、からかってんじゃねえよ。え、常に、ちょっとこれ出してみるか。一緒に作ったよなこれ、新宿駅ホームの俯瞰図だ。ええ、なるほど、確かにここに答えがありましたね。お、これが正解か。江原は常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。お、なんでこれ見るだけで。この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと、どこだどこかというとこっちで操作するのか。とりあえず調べるんだよね。江原が周りの通行人に取り押さえられた地点、この場面は通行人のスマホでバッチリ撮られてた。うん、一個完了で逃走経路か。うん、江原と被害者の移動を表した矢印だ。降車地点から江原が確保された地点へ引かれてる。うん、怪しいな。あ、これか上のロックが解除されましたね。そう、これが注目すべき場所だ。
ここか。矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかいんだけど、ほうほうほう、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。あ、そうね、確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということ。その一瞬でどうやって。可能性としてはあり得るよね。ええ、ですが実際の事件の時はすぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の江原が入れ替われるでしょうか。確かに人混みの中だし不可能とは言い切れない。人混みつってもそんなに人多くなかったような。でもそれが江原の計画だったとしたらかなり運任せですよね。うん、運任せ。ええ、だって事件当時朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。そんな中を江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、下手したらその前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。あ、ですよね。ってことは間宮さんが。矢上さん、どうでしょうか。これまでの江原の一味には緻密な計画。間宮さんちょっとタイミング見計らってたってか。肝心なところを運任せにしてるというのは星野くんの指摘通りかもしれません。いやー、そんな。さすがだな星野くんは。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。え、何自分の読み。一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと。やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。でそう考えると今度は必然的にその穴を埋めるある可能性が出てくる。ある可能性。ある可能性。それって何のことです。あの日三越芝殺しの全てが仕組まれていたとして、そこから導き出される可能性が何かといえば三越芝はまだ生きている。本当の殺害現場は株の町。間宮ゆいは江原とグルだ。あー、それちょっと僕も一瞬思ったんですよね。なんでたまたま新宿駅着く頃に声を上げたんだろうね。防犯映像すべて検察の捏造。ああ、それは、どうなんだ。三越芝は生きてるわけはないよね。殺害現場も多分あのハイビルだと思うんだけど、いや、グルっていう線あるんじゃないかな。痴漢の被害者だった間宮ゆいは、初めから江原とグルだった可能性がある。え？その場合、彼女は江原のことも、その替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で二人の江原が入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか。まさかそんな。ありえないことじゃないはずだ。間宮ゆいは被害者のふりをしてた可能性がある。怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話だよ。二人の江原は追ってくる間宮ゆいにさえ目をつぶってもらえれば、防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮ゆいがグルでないなら、この入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。そうだよね。で駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮ゆいは、そこでようやく本物の江原を指して痴漢だと大声で助けを求めた。だよね。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。そうと考えるのが自然だよね。痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今矢上さんの言ったやり方だと江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されているんです。事前に触ったんじゃないの。間宮ゆいがグルなら大丈夫なはずだよ。例えば替え玉の方が池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮ゆいは
あらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。ホームで痴漢する相手を物色してたって時間はそういう下準備にも使われたんじゃないか。ますます怪しくなってきたね、うん、なるほど。細かい辻褄合わせは後にして、大事なのは間宮由衣さえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢のお面を着て三越葉殺しのアリバイにした可能性がある。よっしゃ、これだこれ。そうですね、多分それで決まりだと思います。うん、なんか今俺すっきりした。検察はといえば、痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。うん、三越葉殺しについて江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。見事におちょくられてますね、法そのものが。法そのものがね。江原は息子へのいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな法に強い反感を持ったとしてもおかしくない。あの、待ってください。ん？間宮由衣はなんでそんなことに手を染める必要があるんです？それはわからないね、調べないと。彼女には小さな子供もいて、経済的に困っているようでもありませんでした。なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が？旦那さんがなんか絡んでたりして。彼女の動機はまだわからないな。けど例えば間宮由衣にはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。それとも江原に何か弱みを握られてるとか。ほう、殺人の片棒を担がされるほどのですか？そんな弱みを握られるような接点が。53歳交番勤務の現役警官と6歳児の母親、今のところ接点といえば利用益ぐらいか。なあ、間宮由衣のプロフィールって俺にも教えてくれる？そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。見てみますね、ちょっと待ってください。よう、その間宮由衣が江原とグルだって根拠をもう一つ思いついた。なんだ、やるじゃん、アキラ。何です？そもそもこの痴漢事件は大々的に人目に触れて初めて三越葉殺しのアリバイに使えるもんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらねえ。そんなもしを残したまま計画は立てられないだろうな。そうだね。そしてやっぱり間宮由衣が来るならば江原の計画にとって大前提だ。だね。もしその女性が声を上げれなかったら。江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらにそれ以外にも仲間がいます。こいつらね。からそのつながりを見つけられれば、多分一気にそいつらを引きずり出せますよ。いやー、すっきりしてきた。間宮由衣のプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木。鈴木。年齢は30歳、東京大田区出身で、小中学校は公立。ちょっと待って、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。黒川学園ってあったよね。旦那さんは職場結婚だったみたいです。旦那の間宮太一は株式会社テクノゼータ。ちょっと待って、デザイナー。あれじゃねえかよ、俺この前チェイスした人。息子は颯太君で小学校1年生。待った、うん、間宮由衣の高校黒川学園って言ったよな。あのハイビルを覗きに来てたあの3人だったよね。偉人町でだ。あれは確か、いじめ調査に入った高校じゃなくて、そう、三越葉殺害現場の冷やかしたち、あいつらよね。チェイスバトルして、やっぱり怪しかった。三越葉の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人組で事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。うん、身分証はお持ちですか？免許でよければ。赤池さんですか？お年は30歳。30歳ってことは間宮由衣と同級生。赤池さん30歳。はいはい。間宮由衣も30歳。ちょっとつながってきたな。なんだって言うんだ。俺ら今間宮由衣と江原の接点を探してんだろう。
黒川学園のホームページを見つけました。アキラ偏差値はかなりいいですね。都内の大田区にある学校です。マミヤユイの実家から近い。あ、なんだ、ん、なんだ、女子の制服がすごく可愛いです。何の話だよ星野くん。この野郎司法試験からやり直すか。いや、その制服にも見覚えがある。え、ああ、星稜高校で沢先生、江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいるんだ。え、沢先生が黒川学園、黒川学園の卒業生だったのか。沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳か。マジで下手したらみんな同窓生だ。繋がってきたな。繋がったと言えるんでしょうか。うわ、無関係だったはずの痴漢とその被害者。いや、なんかすげえ気持ちいい。俺今まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこの繋がりを無視するような奴は探偵に向いてない。何ちょっと自分褒めてんの。ここでショーの切り替わりだね。無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者、うん、点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。はあ、江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。いや、これいいって。やっぱり毎回出てくるんだね、ショーの切り替わりで。第6章チャプター6、収束熱かな。また猫がいる。三越芝弘殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画は、その父親江原明弘が息子の敵を撃ったことを示している。うん、また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半、自宅を出た三越芝を車で拉致し、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分三越芝が江原に殺害されてた時も、カメラには映ってませんが、近くに控えていたんじゃないかと思います。うん、多分ね、可能性はあるね。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラには、もう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身を晒した後、午前9時6分間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、三越芝殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには、この替え玉とめちゃくちゃ似てるよな。痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越芝殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに三越芝を拉致したって連中、かなり用意周到だったよね。江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ。ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが、沢先生か、星稜高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越芝の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。三越芝の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く、同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越芝を殺すのに協力した。なんでそこまでね。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれません、ね、もう一回沢先生に話を聞く。彼女は敏郎君が自殺したことに対し、教師としてずっと自責の念があった。
それで江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか。ああ確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。屋上で。ただ彼女にとっては三越場博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。本当にな。長見、明日また偉人町に行きます。また偉人町に行くのか。とにかく沢先生にやっぱり、ね、間宮ゆいの名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。俺もできれば信じたくないんだよね。ちょっといいですか。八神と同じ気持ちで。黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだ星野君。なんだよ。もう13年前になるんですけど、おこの学校でもいじめ自殺が起きてました。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。これ沢先生たちの同級生か。13年前のいじめ自殺。そういえば沢先生から聞いた話だ。でも確かその生徒は一命を取り留めて今も昏睡状態だったはず。沢先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。ほう。男子生徒の名前は楠本満。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。ほうほう。そんなことまでネットに出てるすごいな。普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。ん？楠本玲子って聞いたことありません？楠本玲子ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。事務次官というのは官僚のトップ。すると楠本玲子は厚生労働省の権力者ってことだ。いやーちょっと怪しいな。ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。この人がずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがあれじゃね。ベテラン官僚として沢先生に写真を渡した女って加えてショートだったよね。お子さんの不幸もあるせいか今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。ふん、絶対味。それって今回の事件となんかつながってくるか。どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。なるほどね。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの。ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。河合真也。学校の中でも外でも日常的に満君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。おお、そこまで出てんだね。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。最低だな。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。あ、そう。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮ゆいも居合わせてたんだ。そして満君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。うん、そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。はあ。まずは明日沢先生に。すげえ収穫だな今回は。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。よろしく沙織ちゃん。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。まあ痴漢に関してはね。なぜならその時光栄息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずがえらいことになってきたな。
いやー、今日はもう事務所に戻るとするか。事務所っていうのは自分の事務所でいいのかな。カイトさん待ってる？あ、自分の事務所ね。まあ、カムネ町まだサブストーリーないね。珍しいな。そもそもカムネ町で通るサブストーリーって、そんなに多くないってこと？まずね、ちょっといろいろ、本当に大量な情報を一気に聞いた感じなんで、まだ頭の中で整理できていないんですけども、なんかちょっとっていうか、すっげえすっきりしましたね。本当にすっきりした。なんか繋がってたっていうか、わかりますかね。この気持ち。僕も最初、間宮ゆいって怪しいって思ってたんですよ。グルじゃないかなって。グルだからっていうことで、すべてなんかね、あ、こうなんだっていうのが、すごく自然なんですよね。グルじゃなかったらやっぱりどっちが正当なんだっていうのがずっと平行線のままで、そこ最初は多分盲点だったよね。見落としというか、いやー